わくおはよう。わくも手伝う。じゃあね、わく靴下干して。うん。いらっしゃい。パパはバカです。イバリンボーでボコリンボーです。お父さんもお前とは会えない。嘘つきです。ワくんとずっと二人って。そんな約束もう忘れた。ワくん、大丈夫？大丈夫？痛い？いい子いい子する？いい子いい子いらない。ワくん赤ちゃんじゃないよ。やってやんな。ガチャ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 。そうじゃねえって。パパはバカです。ワくんのこと嫌いになったの？ああ、そうだ。だからパパのことなんてすぐに忘れてしまうのです。お待たせしました。先生、フランス行きの話ですが、やはり辞退させてください。理由を聞いてもいいですか？父親にもう一緒に暮らせないって言われたんです。見守ってやってください。その日は泣いて泣いて、でも一晩寝たら何もなかったようにケロッとして、それからはずっと元気に振る舞ってるんですけど、わかるんです、無理してるのが。枠のことを考えたら今は行くべきではないと思って。申し訳ありません。そうですか。はい、今日も問題ありません。イエーイ。ありがとうございました。あら、わくん背伸びた？ほんと？うん、ほんと。比べてみよう。うん、ほんと、ほんとだ。ちょっと伸びてるわ。ほら、伸びたよ。やったー。伸びた、もっと伸びた。雨宮ですが、お電話いただきましたでしょうか？弁護士さんですか？あれれ、どっかで見た顔がいるぞ。あ、丸山先生。あ、何読んでんの？トゲウオ。トゲウオ？トゲウオのパパはね、トゲウオの子供を育てて、子供が大きくなるとどっかに消えていなくなっちゃうんだって。変なお魚だね。そっ
か。変な魚だね。でもトゲ王の子供はどうするんだろう。わっくん。あ、ママ早くクレープ食べに行こう。はいはい。先生、どうもありがとうございました。ママね、用事が入っちゃったの。わっくんさ、クレープ食べ終わったらお留守番できるかな。ラジャー。あ、大きなラジャーでした。じゃあ、パワーディングしてて何しようかな。沢本大地様より親権者の変更手続きを進めてほしいとの依頼を受けております。それから息子さんの養育費に使ってほしいと。石蹴りするって言ったのに目玉焼きのけカレーまた一緒に作るって言ったのに。パパ絶対嘘つかないって男同士の約束だ。Ah!
沢本さん。この番組はライオン、トヨタとパパ、どこにいる？ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ワクは今、本当のことを知らなきゃいけないと思うの。ワク、ありがとう。どうぞ。あの、これ、よろしかったら。最新号コピーさせてもらったんです。またおせっかいでした。慣れてますから。ありがとうございました。いえ、よかったら。今野さんに言われたことを考えていたんです。いつか息子が本当のことを知る日が来たら、これを渡してもらえませんか。横になっていいですか。あ、すみません、突然お邪魔して。また伺いますね。どうかいい人生を送ってください。あなたの笑顔には何度も励まされました。最後にお会いできてよかったです。三和新聞社でしょうか。はい。以前社会部におりました沢本大地をお願いいたします。沢本さんですか。沢本さんは昨年退職されてから社に戻っていませんが。記者に復帰することにした。あ、そうですか。はい、ありがとうございました。ななみちゃん、どうした？いい人生を送ってくださいって沢本さんに言われたんです。先生、いい人生って何でしょうか。
んにちは。あ、モノさん。どうかされたんですか？あの人の、ワクの父親の行方が分からなくなってしまって。何かご存知なんですか？いえ、私は。こんにちは。そろそろ話し相手が欲しい頃じゃないかなと思いまして。そうですね、友達がいないもんで。気が合いますね。僕も友達いないんですよ。だから休みも持て余しちゃって。わっくん、先日の検査でも問題はありませんでした。すこぶる元気です。そうですか。体の方はね。でも心の方はちょっと心配です。お父さんのことを今でも探してるんじゃないでしょうか。これあの人のマンションに届いてたんです。写真、まるで。何かご存知のことがあったら教えていただけないでしょうか。ワクが父親に会いたがってるんです。私は何もお役に立てず申し訳ありません。そうですか。そうですよね。もう終わったことです。私が父親としてあいつにしてやれることはもう何もありません。本当にそうでしょうか？子供たちが一番いい顔するときってどんなときだと思います？しました。いつかワックンが本当のことを知る日が来たら渡してほしいって。でもやっぱりいつかじゃいけないと思うんです。ワックンの気持ちを、パパが大好きっていう気持ちを迷子にしてほしくないから。あの人どこにいるんですか？子供たちが一番いい顔するのは、自分のしたことで大好きな人に心の底から喜んでもらえた時、そんな笑顔を見た時、そんな時に子供って本当いい顔するんですよ。サモさん、あげるばかりが愛情じゃないと思うんです。息子さんの気持ちをきちんともらってあげることもお父さんとして大事な役目だと思いませんか？
あなたって人は。いつもそう。いつもそうやって、一人で何でも勝手に決めちゃって。相手の気持ちなんて、お構いなしで。カッコつけないで。カッコつけないでよ。今頃知ったって、何にもしてあげられないじゃない。お前のどこに惚れてたと思う？笑顔だ。俺は家族ってものを分かってなかった。一度作ってしまえば勝手に続くものだと思ってた。お前はよく笑ってた。出会った頃の俺はお前の笑顔を見たくて必死に絡みもない冗談考えて、結婚してからはいつの間にかお前を笑わせることなんて忘れて、あの時お前が出ていかなかったら俺は誰の気持ちもわからない、誰の声も聞けず、そのまま一人で死んでただろう。感謝してる。父親になる時間をくれたから。泣くな、最後ぐらい笑ってくれ。ありがとう。僕には知らせないでくれ。あいつにはこんな姿見せたくない。
夜分にすいません。ちょっとお話いいですか。先生。そうですか。これは彼が自分で決めた幕引きです。尊重するべきなのかもしれない。でも今日は余計なおせっかいをしたくて来ました。先日沢本さんが私を訪ねてきました。あなたとワク君をこれからも見守ってほしいと。でも残念ながらそれは私の役目じゃない。ワク君の父親は彼しかいません。ワク君の母親はあなたしかいません。君たち三人はちゃんと向き合うべきだ。私はそう思います。ワクは大丈夫でしょうか。本当のことを知っても受け止められるんでしょうか。自信を持ちなさい。君がいるでしょう。バックに何があってもあなたが一緒に受け止めてあげればいい。君はバックの母親なんだから。先生、お礼を言うのは私の方です。ママね、ワックに大事なお話があるの。パパからの手紙。手紙？パパはね、ワックンがもっと大きくなった時に渡してほしいって。でもママはワックンは今本当のことを知らなきゃいけないと思うの。本当のこと？パパね、病気になっちゃったの。とっても重い病気でね、もしかしたらもうすぐ天国に行かなきゃいけないかもしれないの。ワックンが病気治ったから？ワックンが病気治ったからパパ病気になっちゃったの？パパ、ワックンの代わりに病気になっちゃったの？違う、そんなんじゃないよ。パパが病気になったのは誰のせいでもないの。だってパパ、ワックンのこと嫌いって。パパがそんな嘘ついたのはワックンに病気で辛いとこ見せたくなかったからだよ。パパはさ、もらうのがとっても下手っぴな人だから、助けてもらうのもしてもらうのもそばにいてもらうのも
からワックンに病気のことを言えなかったんだよね。だからパパ、ワックンと離れることにしたの。そういうやり方しかできない人だから。おバカなパパだね。本当はワックンのこと大好きなくせにね。パパ、どこにいるの？ワク、元気にしてるか？大きくなったか？ちゃんと母さんの手伝いをしてるか？学校は楽しいか？友達と仲良く遊んでるか？ワク、父さんはお前が生まれた日をはっきりと覚えてる。とても空気が澄んだ3月の朝、よく晴れた日、父さんの指をお前は小さな手でしっかりと握った。はじめましてとでも言うように。その瞬間、お前の名前が浮かんだんだ。ワク。羽が生えたみたいに空を進む雲。両親が亡くなって父さん窮屈な暮らしをしていたから、お前には伸びやかに自由に生きてほしいと願った。お前は父さんにたくさんのものをくれた。だってワックもいなくなっちゃって、パパが一人ぼっちになっちゃうもん。話が長い、もっと一行で言え。ネタ取ってくるまで帰ってくんな。パパ大好き。ゴリオさん、動物園に混ぜてあげて。ワックンはパパが大好きです。お前と話をすることが、いいだろう、いっちょ。おい、来た。お前とふざけることが、お前と飯を食うことが、ただただ幸せだということ、全部お前が教えてくれたんだ。お前が生きていてくれる一日一日が、ただただ奇跡だということ。ごめんな、ワク。行け！あんな別れ方しかできなくて。ワク！ワク！
父さんの願いは一つだ。父さんのいない世界でも強く生きてくれ。大切な人をちゃんと守れる男になってくれ。お前ならいつかきっと叶えてくれると父さんは信じてる。ありがとう、ワク。父さんの息子でいてくれて。さよなら。グリーンピース、給食でグリーンピース出たの。シチューの上に乗ってた。パックン目つぶってえいって食べられたよ。体育でかけっこしたの。パックン B じゃなかったよ、3番に入ったよ。パパのくれたスニーカーで。ワックンに病気の時言ってくれたでしょ、ずっと二人って。二人なら怖くも寂しくもないって。注射の時見ててくれたでしょ、苦しい時手つないでくれたでしょ、毎日ベッドのそばでお休みって言ってくれたでしょ。願い事叶えてくれた、意思蹴り教えてくれた、一緒に笑ってくれた、一緒に泣いてくれた。いつもいつもパパが一緒にいてくれた。だからワックン病気やっつけられたんだよ。だからワックン強くなったんだよ。パパ、ワックン強いんだよ、パパの子供だから。今度はワックンがパパとずっとずっと一緒にいてあげる。今度はワックンがパパのこと守ってあげる。だからこっち向いてよ、パパ、ワックンだよ。パパ、僕だよ。
この番組はライオン、トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。9月7日発売のこのドラマの DVD を抽選で10名の方にプレゼントいたします。ご覧の宛先までご応募ください。